サンダーチャイルド火星人の目的が破壊だけであったら月曜日のうちにロンドンの全人口が抹殺されロンドンの周囲の諸州へとゆっくりとそれが広がっていったことだろう。バーネットを通る街道沿いだけでなくエッジウェアやウォーザンアビーまたサウスエンドやシューバーイネスへと続く東へ走る街道沿い。 ヘムズ川南岸からディールやブロードステアーズへ向かって同じように反狂乱となった群衆が流れ出していたもしこの6月の朝にロンドン上空の暑い青空へ気球で登っていったとしたらもつれ合う通りの迷路から北や東へ延びる街道が流れていく避難民の黒い点で埋め尽くされたように見えたことだろう。その一つ一つのつつ点が、 恐怖と肉体の疲労に襲われている人間なのだ前の章で私は弟の口から語られたチッピング・バーネットを放り抜ける街道の様子を長々と説明してきたがそれは読者にこの群れ進む黒い点がその各々にとってどのように見えていたかを理解してもらうためだ。これほど多くの人間が一斉に動き回り苦しんだことは 世界の歴史を振り返ってもなかったことである。伝説に残る大勢のゴート族とフン族、つまり史上最大のアジアの軍隊であっても、この流れの中では大河の一滴に過ぎない。しかも今回のそれは全く統率の取れていない行進だった。秩序も目的もない暴走。巨大な恐ろしい暴走だった。武器も食料も持たない600万の人々が、 大急ぎで走り回るのだそしてこれが文明の配送と人類に対する虐殺の始まりだった気球に乗ったものは真下に遠くまで広がる通りの網目家々教会四角形や三日月型の広場庭園すでに打ち捨てられたそれらが大きな地図のように広がるのを見るだろうそして南の方角に見えるのは黒いシミだ イーリングやリッチモンドウィンブルドンの向こうのそれはまるでとてつもない大きさのペンが地図上にインクを跳ね飛ばしたかのように見えることだろう次第に勢いを増してそれぞれの黒いシミは大きく広がりあちらこちらへと枝分かれして伸びていった地面の起伏に応じて盛り上がり頂上を越えると今度は新しく見つけた谷間へ向かって速やかに流れ込み まらに川の南側にそびえる青い丘の向こうでは光り輝く火星人たちがあちらこちらへと歩き回っては着実な組織だった動きで毒の雲をまずこちらの土地次にあちらの土地へと巻き目的が達せられるや蒸気のジェットで吹き払って征服した土地を手中に収めていった。 やつらの狙いは繊維を完全にくじいて全ての敵を壊滅させることでも皆殺しにすることでもないようだった見つけた火薬庫はどれも爆破し電信線は全て断ち切りあちらこちらで鉄道を破壊してはいたやつらは人類を無力化していっていたのだ作戦範囲を急いで広げるつもりはないようでその日のうちは ロンドンド中心部を越えて進むことはなかった月曜の朝の時点では非常に多くの人々が自分の家にとどまっていた可能性が高いその多くがあの黒いガスに巻かれて自宅で死んだことは間違いないだろう正午ごろまでにプール・オブ・ロンドンは驚くべき状態になっていた避難者の支払う莫大な額の金に引き寄せられて蒸気船や あらゆる種類の船が岸に止まっていたがこうした船に泳いで乗り込もうとした多くの者のが鍵竿で突き落とされて溺れ死んだと言われている午後1時頃にはあの黒いガスの雲の薄い端切れがブラックフライヤーズ・ブリッジの橋桁の間から姿を見せた船着き場は狂乱と争い衝突のるつぼと化ししばらくの間ボートと二船の大群が タワーブリッジ北側の橋桁に殺到して身動きが取れなくなった船員と橋船の船頭たちは川岸から船に向かって泳いでくる人々を荒々しく突き放さなければならなかった中には橋の上から橋脚を伝って降りてくる者までいた1時間が過ぎビッグベン時計台の向こうから一体の火星人が現れて歩いて川の中を下り始めた時には ライムハウスのあたりを漂う壊れた船の他には何も残ってはいなかった。五番目の円筒の落下についてはいずれ詳しく話そう。六番目の流れ星はウィンブルドンに落ちた。牧草地の二輪馬車の中、あの女性たちの脇で見張りをしていた弟は、丘のはるか上空に光る緑の閃光を目にした。いまだ海を渡るつもりだったので、 火曜日にはこの小さな一団は人々が群れをなす土地を抜けてポールチェスターへと向かっていた火星人たちが今やロンドン全体を手中に収めたという知らせは確かなものとなっていたハイゲートさらにはネーズンでさえその姿が見られたのだしかし次の日になるまで奴らが弟の視界に入ってくることはなかったこの日になると 散らばった群衆は食料の欠乏が迫っていることに気が付き始めた飢餓が深まるに従って所有権は無視されるようになっていった農場主は家畜小屋や穀物庫育った根菜を守ろうと躍起になって武器を手に取った弟同様今では多くの人が東へと向かっていたが 中には食料を手にに入れるたたた。めにロンドンドへ戻っていいく絶望した人々さえいた多くは北部の郊外から逃げてきた人々で彼らはあの黒いガスについて噂でしかか知らなかったのだ。政府の閣僚の約半数がバーミンガムへ集まっていることミッドランドの土地に仕掛ける自動式地雷のために膨大な量の高性能爆薬が準備されつつあることを 弟は人の噂で耳にしたまた1日目のパニックで駅員が逃げ出していたミッドランド鉄道が復旧して運行を再開しロンドン周囲の諸州に密集した人々を助け出すためにセントオールバンズから北に向かって走っているという話も聞こえた「チッピングオンガー」では北部の町の大きな小麦倉庫が開放されて24時間のうちに 近隣の飢えた人々に対してパンの配給が始まるだろうと書かれたポスターも目にした。しかし、こうした情報をもってしても彼の避難計画を阻むことはできず、三人は一日中東に向かって進み続けた。パンの配給についてはこのポスターの他には全く聞こえてこなかった。実際のところ、この配給についてさらに詳しいことを知る者も全くいなかったのだ。 その夜、七番目の星がプリムローズヒルに落ちた。それが落ちたのはエルフィンストーン城が見張りをしている時のことだった。彼女は弟と交代でその任に当たっていて、それを目にしたのだ。水曜日にはこの三人の避難者、彼らはその夜をまだ青々とした小麦畑で過ごした、はチェルムスフォードへたどり着いた。 そこで自らを公共供給委員会と呼ぶ住民組織にポニーを食料として差し押さえられたが明日にはその分け前を与えるという約束のほかには何の見返りもなかったこの地にはエッピングの火星人たちの噂と侵略者の一体を吹き飛ばそうという無駄な試みのためにウォルサム・アビーの火薬工場が破壊されたという知らせが届いていた 人々はこの地の火星人を教会の先頭から見張っていた。結果的には非常に運が良かったのだが、三人とも腹を空かせていたにもかかわらず、弟は食事を待つのではなく、直ちに海岸へと進むことを選んだ。正午までにはティリンガムを通り抜け、食料を求めて人目を避けるようにうろつく数人の略奪者をやり過ごした。実に奇妙なことだが、 ティリンガムは静まり返っていて、い人の気配がないようだった。ティリンガムの近くで不意に海がそして想像の及ぶ限りのあらゆる種類の船の驚くべき群れが視界に飛び込んできたもはやテムズ川に登ることができなくなったために船員たちはエセックスの海岸やハリッジウォルトンクラクトンまた後にはファウルネスやシューバリーで 人々を救いい出そうとしてたたのだった船の群れは巨大な鎌のような形の弧を描いて最後にはネイズの方向に向かって霧の中に消えていた海岸の近くにはたくさんの漁船がいたイギリススコットランドフランスオランダスウェーデンと船籍は様々だテムズ川から来た蒸気式ランチボートヨット電動ボート 向こうには大きな貨物船汚れた石炭輸送船の群れ整然とした商船家畜運搬船客船石油タンカー貨物汽船昔ながらの白い輸送船サウサンプトンとハンブルクから来た小綺麗な白色と灰色の定期船さえいたさらにブラックウォーターを横切る青い海岸線に沿って隙間なく群れたボートの影が。 海辺にいる人々と値段の交渉をしているのが弟には見て取れた。その群れもまたブラックウォーター中を広がってモールドンに届かんばかりだった。1、2マイルほど離れたところに水面ギリギリまで喫水線を下げて、弟からするとほとんど沈みかけているように見える走行艦が停泊していた。これこそが昇格艦サンダーチャイルドだった。 視界に入る戦艦はこの一隻だけだったが、右方向の滑らかな海面、その日の海は死んだようにないでいた。に見える黒煙の蛇が、海峡艦隊の次なる装甲艦の存在を示していた。黒い煙は伸びる線になって浮かび、戦ののろしとなって、テムズ川の河口から火星人の征服した土地へと流れていった。油断のない。 しかし進を阻むには無力なものだった。海を見たエルフィンストーン夫人は義理の妹の落ち着きとは反対にパニックに陥っていた彼女はこれまでイングランドの外に出たことがなく友人のいない外国で独力で過ごすくらいであれば死を選ぶというのだこの哀れな女性にとってはフランス人と火星人はどちらも大して変わらないようだった。 この2日の旅の間に彼女は次第にヒステリーと恐怖憂鬱の度合いを強めていた彼女の頭にあるのはスタンモアに帰ることだけだったのだスタンモアであれば物事は常に守備よく安全に進むスタンモアに戻ればジョージも見つかるだろう海辺まで彼女を連れて行くのは大変な苦労だった 弟はそこでテムズ川から来た外輪汽船に乗った男たちの注意を何とか引くことができた彼らは一隻のボートでやってきて値段交渉の結果、3人で36ポンドと決まった。男たちが言うにはここののはベルギーのオーオステンデへ向かううとということだった。渡り板で料金を払い預かったものを持って弟が汽船に乗り込み落ち着いたのは2時頃のことだった。 とんでもない値段だったが、船には食食料もあり、3人は前方の席の席つで何とか食事を済ました。船にはすでに数十人の乗客がいて中には乗船券を手に入れるために最後の金を支払った者もいたしかし船長は午後5時になるまでブラックウォーターから少し離れたところに停泊して甲板の席が危険なほど混雑するまで乗客を拾い上げていった。 その時刻に南の方から砲声が聞こえ始めなかったら船長はもっと長くとどまったことだろうまるで砲声に応えるかのようにあの装甲艦が海の方に小さな砲を打って旗を掲げた艦の煙突から煙の噴流が上がる乗客の中にはこの砲撃はシューバー・イネスでのものだという意見の者も,のもいたが それも砲声がだんだん大きくなってくるのに気が付くまでのことだったそれと同時に南東の遠く黒い煙の雲の下の海上に三隻の装甲艦のマストと半減が次々にその姿を現したしかし弟の注意はすぐに南の遠くから聞こえる砲撃へと引き戻された遠くの灰色のもやから煙の柱が立ち上るのが見えたように思えた 小さな気船は船の群れが描く大きな三日月の中をすでに抜け出して東へ向かっていた南部エセックスの海岸は次第に青く霞んでいきファウルネスの方向からぬかるんだ海岸に沿って進んでくる火星人が姿を現した時には遠くに小さくかすかに見えるだけになっていた火星人が姿を現すと環境の船長は一息置いて 恐怖と怒りをにじませた大声で悪態をつき船の外輪が彼の恐怖に影響を受けたかのように思えた船に乗った全員が元凶や籍の上に立って遠くの影を見つめた内陸の木々や教会の先頭よりも背が高く人間の歩行を滑稽に真似たような悠々とした動きでそれは前進していたそれが弟の見た最初の火星人だった 彼は立ち上がり恐怖よりもむしろ驚きを覚えながらこの巨人が海岸を離れて水中へと踏み出し船の群れに慎重に向かうのを見守ったさらに倉内の向こうの遠くの方から背の低い木々をまたぎ越えてもう一体がやってくるさらにもう一体少し遠くから輝く干潟に足を深く取られながら歩いてくるそいつは 海と空の間に浮かび上がっているかのように見えたやつらは全員大股で海に向かってきてまるでファウルネスとネーズの間に集まっている船の群れが逃げるのを妨げようとするかのようだった小さな外輪船の拍動するエンジンの奮闘と外輪が後方に吐き出した湧き上がる白波にもかかわらずひどく遅い船はこの脅かすように迫る前進に 距離を詰められていった。北西の方角にちらりと目をやると迫る脅威に船の群れが描く大きな三日月がその形を崩していくのが見えた一隻の船が別の船の後ろを通り過ぎ別の一隻が船べりから船尾へ回り込む気船が汽笛を鳴らして大きく蒸気を吐き出し帆船が帆を広げランチボートがあちらこちらへ と走り出す。こうした光景と左から忍び寄る危機に気を取られ弟は海の方に全く目を向けていなかった次の瞬間気船の唐突な動き何かに横から突き当たられるのを避けるように突然船が舵を切ったのだに彼は立っていた席から真っ逆さまに振り落とされた辺り一面から叫び声が上がる さらに足を踏み鳴らす音そしてかすかに何かに対する歓声が聞こえた気線が揺れて彼は手をついたまま船の上を転がった彼は飛び起きると右舷を見た傾いて揺れる彼らの船から100ヤードもないところに水をかき分ける隙の刃のような巨大な鉄の塊があったその片側からは巨大な白波が上がり それが気仙は外輪を力なく空中に上げ次にその甲板が海面ギリギリまで下がった水しぶきの粒がしばし弟の視界を遮った再び視界が晴れた時その怪物が目の間を通り過ぎて陸に向かって猛スピードで進んでいくのが見えた突進する構造物からは「 巨大な鉄の還元が突き出し、そこについた二つの煙突は炎の混じった爆煙を吐き出している。それこそが水雷昇格艦サンダーチャイルドだった。それが今、脅威の迫る船の群れを助け出すべく蒸気を上げて全力で進んでいるのだ。上下に揺れる甲板の上で倒れないように銀胸を掴んだまま、 この突進するディヴァイアさんの先にいる火星人に再び目をやると3体の火星人がより集まっているのが見えた岸から遠く離れその体を支える3本の足はほとんど完全に海面の下にある遠くから見ると水に浸かったその姿は動き出しただけで気栓をなすすべなく揺さぶった巨大な鉄の塊と比べてずっと無力に見えた やつらはこの新たな対抗手段を驚きながら見ているだろうと思われたやつらの知識からすればこの巨人は自身らと同じもののように見えたことだろうサンダー・チャイルドは砲撃をすることもなくやつらに向かって全速力で突き進んだおそらく砲撃をしなかったのはできるだけ敵に近づくためだやつらはカンが何をするつもりなのか知らないのだ 一発でも撃てば、前にらはあの熱がでにを素早く沈めてしまう。カンは猛烈な勢いで蒸気を上げてすぐに寄船と火星人の中間の辺りまでたどり着いた退いていくエセックスの海岸の地平線の中で黒い塊は次第に小さくなっていった突然一番手前にいた火星人が手にした筒を下げて あのの黒いガス弾頭を装甲艦に向かっって放った。弾頭は缶の左舷側にあたり黒い粉流を吹き流しながら斜めに海側へそれた湧き出して広がる黒い煙から装甲艦が抜け出す海面近くで太陽の逆光を目に受けながら見守る気船に乗った人々には艦はすでに火星人たちに到達したかのように見えた 痩せた影が散開し、岸の方に引くにつれてその姿が海面下から現れ、さらに矢らの一体がカメラに似たあの熱線の発生器を掲げるのが見えた。それが斜め下方に向けて構えられ、熱線が触れた瞬間、海面から水蒸気の山が隆起する。もし船に当たれば、 白熱した鉄の棒が紙を貫くようにその鉄の側壁を貫くに違いなかったもうもうと上がる蒸気の向こうで火炎の閃光が瞬き火星人が後ずさりしてよろめく次の瞬間火星人が崩れ落ちて大量の水と蒸気が空に上がったサンダーチャイルドの砲撃の音が蒸気の向こうから聞こえて それが次々に続く。その一発が汽船のそばに着弾して水を高く跳ね上げさらに長男が北へ逃げる他の船の方へ飛んだかと思うと一石の帆船をコッパみじんに砕いたしかし誰もそれを指して気に留めていなかった火星人が崩れ落ちるのを見て環境の船長は言葉にならない大声を上げ 船尾に群れ集まっていた乗客全員が一斉に叫び声を上げた次の瞬間再び大声が上がった白いしぶきの向こうから長くて黒いものが飛び出したのだその中央部からは火炎が吐き出され旧排気口からは炎が噴き出している缶はまだ生きていた火事は無事で動力もまだ動いているように見える 缶はまっすぐに2番目の火星人に突進し熱線が発射されそうになった時には100ヤードほどのところまで迫っていたそして荒々しい重低音と目もくらむ閃光とともに缶の甲板や煙突が上に吹き飛んだのだ缶の激しい爆発に火星人がよろめく次の瞬間勢いを保ったまま前進を続ける 燃え上がった船の残骸が火星人に突き当たりボール紙のように押しつぶした思わず弟は叫び声を上げた湧き立つ蒸気の渦が再びすべてを覆い隠す「二体やった船長がどなった全員が叫び声を上げていた気船の全体隅から隅までが熱狂的な歓声で鳴り響きそれがまず一隻の他の船に。 次に海に向かって進んでいる船やボートの群れ全体に広がっていった蒸気は海面の上に何分間も漂い続けて3番目の火星人と海岸を隠したその間も船は外輪を回し続けて戦いの場から離れていったそしてようやく視界が晴れ現れた黒いガスの隆起が流れ去った時サンダー・チャイルドは跡形もなく 三番目のの火星人の姿も見えなかった。しかし海側にいた装甲艦は隊列を組んで海岸に向かって汽船のそばを通り過ぎていった小舟は海に向かって着実に進み続け装甲艦の群れは陸に向かってゆっくりと退いていた陸はまだ混然とした一部は蒸気一部は黒いガスからなる奇妙に渦巻き混ざり合う機体の隆起に追いかかす。 いい隠されていた避難者の船団は散らばりながら北東へと向かっていた走行艦と汽船の間では数隻の帆船が帆を広げて走っていたしばらくすると沈下していくもやの包みにたどり着く前に戦艦の群れは北へと進路を変えそれから不意に舵を切って日が暮れつつある南側の熱いもやの中へ消えていった。 海岸は次第に霞んでいき最後には夕日の周りに集まる低いもやの包みに囲まれて半然としなくなったその時突然沈む太陽の光で黄金に輝くもやの向こうから砲撃の振動が響き動く黒い影が姿を現した誰もが気仙の手すりに取り付いて見えない西の戦火に目を凝らしたがはっきり見えるものは何もなかった 大量の煙が斜めに上がって太陽を覆い隠す。果てしなく続く不安の中、気仙は白動しながら進んでいった。太陽は灰色の雲の中に沈み、空は真っ赤に染まった後で暗くなって瞬く酔いの明星が姿を現した。船長が叫んで指をさしたのは黄昏が深くなった頃のことだった。弟は目を凝らした。 灰色の雲から空に向かって何かが駆け上がっていた斜め上方に向かって猛スピードで西の空に浮かぶ雲の上星が輝く晴れた空へと登っていくのだ平べったく幅のある非常に大きなものが大きい弧を描いてゆっくりと遠ざかって次第に小さくなり灰色の神秘的な夜空に消えたそれは 飛び去りながら地上に暗闇を降り注いでいた。